徳島 YEG の商いラジオ。この番組は若き起業家が所属する徳島を盛り上げるための団体、徳島商工会議所青年部のメンバーが登場し、自身の商いやメンバーとしての活動を紹介する商いのバラエティ番組です。集える仲間はそれぞれに、地域を支える気概持つ、願いを形に変えるため、商工会議所青年部、求めて我らは立ち上がる。改めましてこんにちは、徳島 YEG 商いラジオスタートしました。ナビゲーターは和渕道代です。今日もよろしくお願いします。さ、それでは早速今日のゲストご紹介したいと思います。90回目の本日のゲストは、一般社団法人陸号の代表理事でいらっしゃいます音瀬直樹さんにお越しいただいております。音瀬さん、よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。さあ、そして音瀬さんは徳島 YEG では研修委員会の委員をされているということですね。はい、はい、そのあたりもまたこの後ね、詳しく聞いていきたいと思います。そしてね、ちらっとさっき声も聞こえて、はい、あれって思われた方もいらっしゃるかもしれません、はい、今日もまたまたサプライズゲストでお越しいただいております。来ちゃいました。はい、徳島 YEG では事業委員会の副委員長されております、はい、鎌田瑠美さんにもお越しいただいております。よろしくお願いします。瑠美さん、ね、もう何回目ですか。何回目だろう、5回目ぐらい5回目ぐらい自分のと、はい、キミちゃんのと、はい、あやちゃんのと、はい、あれ、あ、ボンボンのと、はい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 、5回目。じゃあ男だったら今日初。あ、そうです。あら、男性の、はい、ほんまや。そうですね、付き添いは初めてですよね。ほんまや。たまたま今日、うん、そうそう、まあ、あの年末年始に向けて、年末年始、あ、私、うん、そうそう、収録とかね、そうそうそう、まあ、年末っていうか、まあ、あの1月放送予定 の、うんうん、あの男性にこそ聞いてほしい性のお悩み相談室の、はい、ルミさんのね、はい、収録をしておりまして、はい、出たらたまたま音ちゃんがおってあれなんしょんやで、あきないラジオ の、 あの放送がある、うんうん、今から、はいはい、え、じゃあ出る出るみたいな。あ、なるほど、出ていただきました。ありがとうございます。おとちゃんっていうぐらい仲良しなんですね、うん、お二人、はいはい、ただルミさん、あの、はい、深夜番組ではないので、あ、そう、そこら辺もう釘刺されてるんで大丈夫です今日僕の回ですからね。そうそう、おとちゃんが主役ですからね。そうそうそう、あの、なんか分からんことは聞くっていうあの役回りで、そうですね、はい、来ておりますので、はい、大丈夫です。はい、まあ、でも心強いんじゃないんですか、おとちゃん。そうですね、いやいやいや、もう10年ぐらいですね、付き合いで言うと。あ、そんな長いんですか、はい、YG より前ですから。そうそう、あ、え、そんな長いんですか、うん、お二人。あ、 YG に入って仲良くなったとかではなくて、その前からお知り合い。 YG あんまり活動してない。そうなんですよね、ちょっと YG の活動はまだなかなかちょっとできていないっていう。もう7年ぐらいいいんですね、ずっとね。まあ、お忙しいですからね。そしてお仕事が一般社団法人陸号、はい、漢数字の6に合うと書いてる陸号って読むんですね、はいはい、の代表理事をされているということなんですが、はい、こちらどういったお仕事をされてるんですか。まあ、そもそもあの陸号って6に合うっていうことなんですけど、うん、意味としたら、うん、前後左右、うん、で上下っていう形で、これが全部含めて陸号っていう、まあ、宇宙を指してるっていうところでネーミングをつけさせてもらったんですよ。知ってました、ルミさん。いや、全然わからなかったね。まあ、宇宙や言うたらやっぱり私かな、私宇宙とつながれます。違う方。いや、今日もね、あの、見事に当てられましたから。そう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 、え、これ言っていい、言っていい、どうぞ。パンツの色当てました。確かに黒入ってましたね。優しい、いや、黒入ってましたね。優しいからね、本当に。ちらっと黒が入ってただけで、いや、すごい。それをこう、いや、もうね、宇宙とつながって見えるっていう。お昼ご飯まで、あ、お昼ご飯だったっけ、晩ご飯、あ、晩ご飯、うんうん、晩ご飯だけど、お昼ご飯がちょっとね、そうです、うんうん、はい、小松菜とほうれん草の違いぐらいだったんでね、うん、もうほぼ正解ですよね。もう見た目はもう変わらん、はい、うん、宇宙とつながったらそういうことができるっていう。そうそうそう、え、そういう意味合いの宇宙ですか。あ、そうです、そうです。あ、本当に、はいはい、いや、違うだろ、お父ちゃんの違うだろ、絶対。よかった、ルミさん突っ込んでくれて。
おたちゃんの宇宙はどういうお仕事するんですか、その宇宙って。もともとその宇宙をテーマに事業、あの一般社団法人立てようとしたのが、うん、その青年会所 JC っていう団体で、あ、はいはいはい、今年その阿南市が、うんうん、その徳島県のブロック協議会っていうのがあるんですけど、うんうん、JC で、でそこで阿南市がまあ、会場で、うんうん、で阿南市をテーマにした時に事業を作るってなった時に、はいはい、阿南市は割と宇宙とのつながりが結構ありまして、うん、まあ、阿南高専だったらその JAXA とか、うん、あーそっか、で割とその地形的に宇宙船を打ち上げやすい場所というか、阿南市 あっちの県南の方が、うん、そうなんですか、うん、まあ、そういった背景もあって、じゃあ今年その宇宙をテーマに一つ、うんうん、まあ、青年会議所の方で事業を作ろうかなっていうところから始まった、うんうんうん、ものなんですけど、うん、あ、じゃあまあ本当に今年に入って始めたっていう感じですか。いつから始めたんですか、その事業というか。事業自体は立ち上げ、うん、その一般社団法人の立ち上げは7月なんですけど、うんうん、このもともとの構想自体はまあ今年の1月2月ぐらいから始めて、うん、いやなんか宇宙と聞くと難しいですね、うん、JAXA とか、うん、なんかちょっと遠いよね、遠い、うんうん、感覚がなんかもう現実ではないみたいな、現実離れしてるみたいな感じよね、うんうん、その宇宙を相手にね、うん、事業っていうと、うん、なかなか大変だったんじゃないんですか。うん、宇宙自体は、うん、その宇宙ゴミっていうのを一つテーマに考えたんですね、うんうん、宇宙ゴミ、うん、スペースデブリって言われてるものなんですけど、まあ、世の中、まあ、地球の周りには、うんうん、本当に何億もその宇宙ゴミって言われてるものがあって、うんうん、でそれがいつかこう地球に落ちてきちゃうよと、うん、まあ、それが隕石だよな、そうそうそう、あ、違ったっけ、あ、うん、まあ、隕石みたいなもんですね、うんうんうん、あ、絶対落ちてくるんですかそれって。基本的にはそのちっちゃいものなので、うんうん、もう地球の大気圏の中に落ちちゃう時にもう燃え尽きちゃうみたいなものがあるらしいんですけど、うんうんうん、まあ、中には実際地球の本当にみんなが住んでるところまで落ちてきてっていうところもまあ 何か所かはあるので、うん、それ落ちてきたら危ないですよね、うん、そうですね、今後10年ぐらいで、うん、まあ、最低1人以上は亡くなる可能性がありますみたいなのが確かったんですよ、うん、怖い、気ぃつけないかん。ルイさんところに、うん、いや分からんで、分からない、分かんないですよそれは。本当だってこれこそな、うん、昔、うん、まあ、全然その宇宙ゴミ関係ないんやけど、うんうん、鳥がいっぱいこう電線に止まっとったんよ、うんうん、はい、でそこをチャリンコで走った時に、うんうん、ブワーってうんこ落とされて、うん、全部かかったんよ。何の話ですか。いやそれだけ引き寄せるってことでしょ。そう、なんかそういうもうこうなんか受け止めてしまうけん、もしかしたらその宇宙ゴミも受け止めてしまうんだろうかと、うん、ああ引き寄せでね、そう、怖いな、トラブルをね、うん、引き寄せる、占いと、そう、うん、ほんまやな、うん、私もでもね、うん、修学旅行とか行ってみんなでご飯食べるじゃないですか、うん、私のだけ食べ残したな、食べかすみたいについてたりとか、そういう引き寄せはありますよ。食べかす前の人のね、前の人のが綺麗に洗えてないとか、あ、そういう引き寄せ、いや、音瀬さんはありますか、うん、なんかそういう引き寄せ。引き寄せ、そういう、僕が店的な、逆ですね、うんうん、店に行ったら結構お客さんが来るみたいな、うん、服の髪的な、あのね、ふくふくしいお顔されてますよね、んなんかこう服を呼び込むみたいなって言ってます、うんうん、はい、来てよほな。じゃああんまり売り上げがよろしくないですか。あ、よろしくないよ今もう。今度行きましょう一緒に、はい、お願いします、まあね、うん、まあ、その時ほな占いしてもらって、私の占い受けてください。わかりました、うん、じゃあ今日のパンツの色をねから始まって投げ銭してね、はい、何食べたかに始まって横におるのに投げ銭するんですかネットで。ね、あ、違うな、直接現金で、現金で投げ銭、いやらしいな。そうなんだ。そう現金でない。まあそのね、宇宙ゴミのお話ですよ。そうね、うん、でもそういうゴミをどうするんですか。うん、その、まあ、宇宙ゴミが、うん、まあ、いずれこう地球にも落ちてくる、うんうん、で、まあ、いずれこう宇宙旅行であったりっていうのが、まあ、メジャーになる。その時に、まあ、やっぱり本当にこうちっちゃい、本当に何センチぐらいの単位でも、うん、宇宙船に当たったらすごい大破するんですよね。あ、そうか、うん、スピードすごいスピードで待ってるので、うんうんうん、で、まあ、それをいかにこうなくすかっていうのが、うん、まあ、この今の世の中の社会課題の中の一つであると、うん、
どうやってなくすの？でその、まあ、宇宙ゴミって、ね、まあ、ちっちゃいのはね、うんうん、なかなかもう細分化されてるのは難しいんですけど、うんうん、こう日本の企業がこうレーザーで照射して宇宙ゴミを破壊するとか、うんうん、UFO キャッチャーみたいにこのゴミを掴んで回収するみたいな企業が今そういう衛星を作ってまして、うんうん、日本が日本の企業がすごいですね。でもレーザーで照射したら、うん、パーンってなってちっちゃになるだけじゃん。まあそれが、うん、あの落ちてきても燃え尽きるっていう。ちっちゃいからね、うん、大きいのが、うん、その大気圏を突入して、うん、我々の地球まで届いてしまうってことなんですよ、うんうん、だからちっちゃくしてたらその間にパッてこう燃え尽きちゃうんですよね、うん、だから落ちてこないっていうこと、うんうん、それはこの飛行船あ宇宙船、うん、に当たっても別にそのちっちゃくなっとったらいけるってこと？まあそこのところですよね。まあ細かいところはねちょっと僕もね専門家ではないね宇宙の。まあでも ね、まあ今年7月に立ち上げたばかりですから、うんうん、これからの分野ですよね、うん、楽しみやな、うんうん、でも音瀬さん自身はそういう宇宙にもともと興味はあったんですか？あの1月からその事業を考えた時に宇宙をテーマにして考えるってなってからこういろいろ調べ始めたっていうのはあるんですけど、それまでは別にその特に宇宙に興味があったっていうわけではないですね。ちっちゃい頃に宇宙飛行士になりたかったとかそういうのでもなかったわけですね。ないですね。まあ宇宙人は興味ありましたけどね。宇宙船とか。そうですね、私も興味あるそれは。うんうんうん、もしかしたら宇宙人ちゃう？僕がですか？いや、理由でもしかしたらっていうの。あ、人間の格好。宇宙人ですか？私バレたか。ほな健康宇宙につながれるんかもしれん。そうなんです、バレてしまいましたね。まあ、ルミさんが一番宇宙人だよく言われるんですね。はい、違いますよね。でもいや分からん、自分でも分かんない、もう、うん、記憶をもしかすると宇宙人の回ですね、もうここね。宇宙人の回、宇宙人の回やな、うん、でもなんかすごい夢がありますね、うん、でその、うんうん、宇宙ゴミを、うん、まあ、一つテーマにして、うん、でじゃあ何をするのかって言ったら、うん、その団体を一般社の立ち上げたのも、うんうん、まあ、宇宙ゴミをその回収したりとかレーザーで照射し壊すっていう部分だけを映像で切り取って、うんうん、でこれの映像とか写真とかっていうのを NFT にしてまあ販売しようと。ちょっと待ってください、はい、NFT って何ですか？ NFT わかりますか？わかりません。あのまあよくこのビットコインとか、あ、あの仮想通貨とかとはまた似たようなものなんですけど、うん、世の中に、まあ、Yahoo とか Google とかで検索した時に画像が出てきますと、うんうん、でもその画像って別に著作権があって使えない、うん、あのそのまま使えない引っ張れないっていうわけじゃなくて、うん、撮ろうと思ったら別に画像保存できる、まあ、自由にね、うん、使えますよね、はい、でそれを、うん、今まではそうだったので、うん、その著作権っていうものを一つ一つの写真とか映像に持たせようということで、うん、もうその、もの自体に、うん、まあ、いわゆるマイナンバーみたいなのをつけちゃって、うん、紐付けちゃって、うん、でこれはあなたの、あの管理のものだよみたいな、あ、だから勝手に使えなくなるわけですね、その著作権が、それぞれに持った形になるのでオリジナリティになると。あ、それは申請したらってこと？それをそのブロックチェーンっていうところに紐付けちゃってっていう、うん、まあ、まあ申請みたいなものですかね、紐付けちゃったらもう唯一無二だよみたいな。だから今度使う時には、うん、まあちょっと対価を払わなきゃいけなかったりとかってことになるんですか？はい、あ、なるほどね。ただのこれってスクショしたら取れることない、うん、スクショしたらだから販売はできないんですよね。あ、うん、なるほどな、うんうん、だからもう唯一無二だから、まあ、曲の売買じゃないですけど、うん、もう曲も使おうと思ったら、まあ、どこでも流そうと思ったら、うん、こそっと全然流せると思うんですけど、うん、まあ、実際その曲で何か対価を得ようとか、うん、まあ、そうなってきたらそういう著作権とかね、うん、大事になってくるんで、うん、いやー、お年さん賢いですね、うん、すごい、考えつきもしなかった。ほんまね、うん、どうしてそれがそうなったん？でもね、うん、これは1日あったら考えますよ、本当に。でも本当ですか？難しい言い方したら、うん、その NFT とかスペースデブリ、うん、宇宙ゴミとかって難しい言い方ですけど、うんうん、結局はそのデジタルアートを、うん、まあ、実際作って、うん、オークションして、うん、それをもらその売り上げをどこかに寄付するみたいな形なので、別にそれは世の中に
そんなにないものではないと思うんですよね。それがちょっと言葉が難しいだけでなんか複雑な感じしますけど、全然まあデジタルアートを売ってお金にして、でそれを寄付するっていう。どこに？まあその宇宙ゴミの課題解決であったりだとか、まあ徳島県だったら奨学金、返済不要のね奨学金にしてもらうとか。ああなるほど、まあいろんなところに寄付されるってことですよね、はいはい、っていう計画で。へえ素晴らしい。今年のね7月に立ち上げたばかりでもうここまでね、はい、いやまだまだ聞きたいですよねルミさん。ただねちょっと一曲先に流しちゃいましょうかね。はい、はい、選んでいただいたのがポルノグラフィティのアポロという曲、まあ、これはねやっぱ今宇宙の話したからですよね。そうですね、まさにまさに宇宙ですね。よく聞くんですか？いやもう10年以上は聞いてないですね。あもうたまたまね、はい、たまたま宇宙だから宇宙だからわかりました。じゃあ早速降りてきました。降りてきた今ね、はい、聞いていただきましょう、うん、ポルノグル言えてない。頑張って宇宙からね、宇宙から、はい、ポルノグラフィティでアポロ。徳島 YEG は地域社会の健全な発展を図る商工会議所活動の一翼を担い、時代への先導者としての責任を自覚し、地域の経済的発展の支えとなり、新しい文化的創造をもって豊かで住みよい郷土づくりに貢献します。新規会員、新規入会者募集中。詳しくは徳島 YEG ホームページで。どうですかルミさん。いやー噛みましたね、やっぱりね。惜しかったね、あと一歩、うん、そうなんですよ。ええ声で言うたな。いやでもすごいいい声ですよ、ね、新規会員はね JC の方でしたね、うん、まあ普通に間違えますね、うん、普段言い慣れた言葉。なるほどな。 JC でもやっぱこういう、うん、あるんですね。こういう定型文はないんですけどね、うん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 、新規会員募集みたいなのは言うんで。ああ、うん、そうか。今じゃあ JC と徳島 YEG と両方っていう感じ、はい、両方入ってます ね、 ですね、はい、まだ若いもんな。うん、まあもうでも40近くなりましょう。お肌がツヤっとねされてて。うん、え徳島 YEG に入会されたのはいつぐらいなんですか？17年の時だったと思うので32か3ぐらいの時ですかね。2017年。あ、まあじゃあ結構長いのは長い、ね、そうですね、もう6年 7年ぐらい入ってはいるかなと思いますね。きっかけは何かあったんですか？きっかけはその、うん、名前出していいんですかね、うん、あの小川さん、小川博さんで、はい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 、カブリ町だとか、うん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 、はい、してる小川さんがもともと僕が小学校2年の時にサッカーしてた時の先生なんですよ、うんうん、らしい。そうなんですか。 なのでまあもう付き合いで言うと30何年、うんうん、まあ、信頼できる方で、はい、でまあ、その小川さんから YG 入るかっていうので誘われたのがその年だったかなと思いますね、うん、あそうだったんですか。まあでも今現在お仕事の方もありますし、うん、JC の方もあるからなかなか活動自体はできていない状況なんですね、うん、そうですね。もう入ったけどもうたまに行くぐらいですね、うん、この前の35周年行きましたけど、うんうんうん、はい、なんか大きいには来たりするな。そうですね。あ、はい、そうなんですね。で、あ、明日か、明日もあるよな。うん、こんなんか。お忙しいですから ね、ほんまに宇宙とつながらなきゃいけない。そうですね、また占ってもらわないといけない、うん、あそうですね、うんうん、な次何占ってもらおう。うん、来年 の、 あの僕のテーマカラーってあるんですけど、うん、それをちょっと色で、うん、あそれを当てる、はい、テーマカラー、テーマカラー、私 の、 あの、うん、テーマカラーがあって、うん、黄色違う今まだ、はいはいはい、ブルー、あ違う、あ違うんか、はいはいはい、ピンク、違う違う全然当たらない、はいはいはい、緑、あ正解、やった。ルミさんの方がつながる、やっぱ宇宙人ですよ。これですこれです、本当だ、あネクタイがそうそうグリーンだ。そうなんです。なんで緑なんですか？まあそのね、青年会議所の方の、うんうん、あの来年理事をするんですけど、うん、ああそうなんですね。で、まあ、それで、まあ、あの毎年ネクタイを作ってるんですよ、うん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 、その理事長もそうですけど、うん、その役職、その理事メンバーっていう副委員長までいるのが理事メンバーっていう言い方するんですけど、はい、まあ、そこで
ネクタイを作るっていうのが毎年恒例になってまして、うんうん、で、まあ、来年のテーマカラーした時にこの緑って本当にもう若者っていうイメージなんですけど、うん、ちょっとこうくすんでる、うん、ちょっと濃いダークグリーンって感じですよね、うんうん、で、まあ、本当にこう街のために、うん、まあ、先駆者となって、うん、で引っ張っていくっていうようなイメージでその緑にしてるんですよ、うんうん、はあ、素晴らしいですね、うん、ちょっと難しくてあんま頭が入ってこなかったけどもう色ばっかり気になってなんかでもすごい若々しさ全くないなと思いながらいや若々しい色なんだけれども、うんうん、自身の選んだ色はちょっとダークな感じでって、ね、先駆者、うんうんうん、先駆者ですよルミさん全然聞いてないもんでもこう人のために何かしたいっていう気持ちはすごいあるんですねいつも。そうですね、あんまりこう物欲も今なくてです全く、うん、あら物欲がないんですよ。じゃあ人が喜ぶ顔を見たい、うん、そっちの方がいいですね。あのすごくないですか？もうお金払うのもなんかこうみんなが喜ぶ方にお金を使いたいですね。寄付とかそう今晩飲みに行こうか今晩なんでいやお金使いたいって言うんでいや決してお金使いたいとは言ってないですか誰かのためにでしょ。誰かのためにいやもう私のためにほらルビさんのためにじゃあ使っていただきましょうか、ね、まあでもそれでね喜んでもらうっていうのがいいんですね。あ、だからこういうこうふくふくしいお顔になるのかもしれない。拝んどこか、ね、拝んどきましょう。私たちみたいにこうやっぱ物欲の塊ではダメなんです。あ、私物欲ないですあれ、じゃあ一回お賽銭を食欲しかないんで食欲だけ物欲はないです食欲ともう一個あるでしょ。いいんですか言うて。あ、ダメダメダメ危険危険怖い怖い怖いなさあそして音瀬さんは、はい、なんとね、うん、毎年3月に、はい、プロレスのイベントって言ったらいいんですかね、うん、はいはい、もうされてるんですよね。まあメインスポンサーで関わらせていただいてるってことで、うん、3月の第1週目の日曜日っていうのはまあもう本当にこう毎年、うんうん、まあ、決まってるんじゃないですけど、うん、あのプロレスの日っていう形で、うん、まあ、徳島市立大館でやるっていうのが、まあ、恒例になってまして。やってますよね。私も行ったことはないんですけど知ってます。あ、一度行ったことあるぞ。ん、なんか行ったことある。もうだいぶ長くされてます。もうずっとですね多分。なんかね一回、うん、なんか誘われて見に行ったことがあるような気がします、うん、遠い昔ですけど5年ぐらい前ですか。ですかね。いや、まあ、あんまりこうプロレスとかは見ないんですけど、うんうん、あれってどうなんですか、やらせなんですかね、ほら言うでしょみんな。いや、なんかそういうイメージがあったんですけど、うん、どうなんですか。あの僕の考えるプロレスなんですけど、うん、まあ、僕はプロレスラーじゃないですから、うん、けどあのスポーツって基本的に、うん、まあ、競技のスポーツなので、うんうんうん、勝ち負けを競って、うん、でもちろんその中に真剣でして、うん、でなんですけど、うん、ボクシングとか他の格闘技でいうと、うん、ボクシングとか柔道も全部そうですけど、うんうんうん、あれって、うん、全部受けないじゃないですか人の技。確かに確かに。だからボクシングとかもいかに避けて、うん、で当たらずに自分のパンチを当てる、うん、でもプロレスは相手の技をあえて受けるんです、うん、あ、確かにそうですね、うん、で流れで言ったら本当にこう綺麗に見せて受けるんですよね、うん、だからもちろん変な避け方した怪我をもちろんするんですけど、うん、あえて相手の良さを引き出すと、うん、で相手の良さを引き出した上で自分が勝つってい う、 こうスポーツなんです。だからちょっとやらせっぽく見られちゃったりするけど、うん、実は真剣勝負 で、 そうなんです。だからそこが違うんですよね、うん、他のスポーツとは違うところは相手の技をあえて受けるっていうこのリターの美学というか。なるほど、案外奥が深いんですね、うん、これは絶対受けないかんの。逃げなくて、逃げることもあります。それはもう流れでね、はい、さあそしてね、うん、まだまだこう白熱したトークが続いてるんですが、うん、もうエンディングの、うん、はい、早っ、やっぱり早いわなってしまいました。じゃあ一言だけリスナーさんにメッセージいただけますか。はい、まあ、徳島 YG には私所属して、まあ、長いですけど、そう、活動がねあまりできてないので、まあ、こういうことを言うのはおこがましいんですけど、新規入会者募集中ということで、うん、ぜひね、うん、YG の方に、徳島 YG の方に入っていただけたらと思います。よろしくお願いします。はい、今日は音瀬さんそしてルミさんにお越しいただきました、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。
さあ、商いラジオの再放送は毎週木曜日23時から2本分をお楽しみいただけます。また徳島 YEG のホームページでは過去の放送も公開されておりますので、ぜひそちらもお楽しみください。それでは次回またお会いしましょう。ナビゲーターは和渕道代でした。さようなら。渚には世界の何が